イエーイ。優雅な休日。今回は福井駅から徒歩10分圏内にできた新たなアクティビティとカフェスポット、寄り場を紹介します。川で何するがキャッチコピーの寄り場。街中で自然を満喫できる阿諏訪川沿いにあり、サップや水上自転車などのアクティビティを満喫できるほか、地域の食材を生かしたドリンクやフードを楽しむことができるカフェとしても人気のスポットです。今回私はサップ体験をさせていただきました。寄り場では体験料金に各アクティビティに必要な道具一式の貸し出し料、ガイド料金が含まれているため手ぶらで気軽に立ち寄り体験を受けることができます。また施設内に更衣室、シャワーが設置されているため快適にアクティビティ体験を受けることができます。はい、ここで落ちる人いないですよ。そうっすね。まあ逆にレアなんで、あのこの GoPro 的では一番いいんですけど。イエーイ。売り場みんな遊びに来てね。電話少しおすすめです。楽しかった？うん、楽しかった。阿諏訪川でアクティビティを楽しんだ後は、寄り場のカフェスペースでゆっくり過ごしてみませんか？寄り場のカフェスペースでは、福井県産コシヒカリや星のルビーなど地域の食材を生かしたフードやドリンクを楽しむことができます。吹き抜けの空間で開放感もたっぷり。私も阿諏訪川を一望しながらゆっくりくつろげました。自然豊かな福井県では、今回紹介した寄り場以外にもサイクリングやジップラインなど様々なアクティビティを楽しめるスポットがたくさんあります。詳しくは福井県観光連盟ホームページよりご覧ください。